おはぴよ、どうもひなぴよです。それでは本日も君が死ね多数決です、ゼゼチャ君が死ね多数決です、ゲーム続きやっていきたいと思います。前回ですね、メインゲームがついに始まりまして、刑事さんからいただいた敏腕デカの目を活用しつつ、みんなの発言を引き出しながら、アイテムを使いながら、またこういう風にね討論が始まってきたわけなんですけれども、あのね、ちょっと難しそうだなっていう一言に尽きるんですよ。なんかね、一章後編のねメインゲームよりもだいぶ難易度が上がってるような気がしますね。あのカード交換フェーズの間に何が行われたのかとか、割とみんなバラバラに行動してたりしたんで、その行動、その時に何をしていたのかっていうのとかをこれから引き出すんですけど、そういうのを整理してこれだって導き出すのだいぶ大変そうだなって今のところ思ってます。なんでじゃあ続きやっていきましょうかね。じゃあまず引き出していきましょう。じゃあ刑事さんから。おまわりさんはロビーにしばらくいたよ。ちょいちょい誰かがロビーに来てたからアリバイは証明できるよ。他に疑問はあるかい、かわいい刑事さん。なんかノリノリだな。かわいい刑事さんだって、さらちゃん。そうだね、かわいいね、刑事さんがかわいいみたいな、ちょっと間違った。カンナは見終わったパソコンを蒼さんに届けに行きました。蒼さんは荒れた廊下のところでナオさんと話し合っていました。一体何を。すみません、パソコンを渡してからすぐカンナは蒼さんから離れてしまったので、サラさんの様子が心配だったので、カンナ一人で探して回ってたんです。そうだったのか。パソコンを共有した時、ロビーに集まったのは俺とソウ、カンナ、サラ、ケイジ、レコの6人ぜよ。カード交換の音がして、サラがいなくなってからは俺も探索に戻ったぜよ。ロビーのケイジと話した後、瓦礫の部屋に行って意識を失ったぜよ。あの時急に動けなくなって壁に頭をぶつけたような気もするが。あー、なるほど。まあこれはスタンガンでしょう。僕は体調不良でトイレに行っててさ、帰り際にナオさんと会話したんだ。話の中身はハッキング作戦さ。その途中カンナがパソコンを届けに来たんだ。カンナも計画に参加させようと思ったけど、すぐどっかに行っちゃったんだ。僕のアリバイはそんなところかな。キュー太郎さんでも気絶するなんて、スタンガンって物騒なんだね。スタンガンで気絶させられたってなんでソウさんが知ってるのか、にゃー。なるほどね、これは失言ですね。あれ、今の発言って。じゃあレコさん、サラが突然走り去ってから私たちは残ってパソコンを見てたけど、他に情報はなかったんだ。見終わった後はなんとなく離れてあちこち探索してたよ。アリバイってほどのものはねえけど、犯人は私じゃねえ。はい、偽三島先生のハッキング作戦を蒼さんと話し合ってました。その作戦がうまくいったから脱出作戦が進んだんだと思います。あの時の蒼さんはすごく頼もしかったのに。僕は真っ暗な1階を探索してたにゃ。3階に帰ろうと思ってたけど邪魔者がいたわ。笑い人形フエミだにゃ、怖かったわ。私と嘘の間で再会するまで銀は1階にいたのか。スタンガンね。スタンガンとソウさん当たってみる。はい、これだ。ソウさん、よく凶器をご存知ですね。え？スタンガンは私が現場からこっそりと回収しました。キュー太郎さんがスタンガンを浴びたことを知ってるのは私と銀だけです。他に知ることができるのは犯人だけなんです。つうことは決まりだな。スタンガンを使ってキュー太郎を気絶させたのはてめえってことだ。そう。参ったな。あっさりバレちゃった。ソウさん、ごめんね。ハッキング作戦の準備を邪魔されたくなくてさ、急に部屋に入ってきたからとっさに使っちゃったんだ。あんな物騒な道具どこで見つけてきたや。覚えてないな。にゃー。
なんか違和感があるな。よほど切羽詰まった状況じゃなきゃ、一回しか使えないスタンガンを使ったりしない。九太郎さんと宋さんの間に、もっと何かあったんじゃないか。もういいぜよ。犯人が分かっただけで、十分だ。そんな。これ以上は無意味かもね。宋には弁明する気がない。なら、今は他の人のために時間を割くべきだよ。疑い合うなら、時間がある今しかないってことか。言いにくいことでも、言うしかないんですね。それが、信じるために疑うってことにゃ？そうだよ。勇気を出して言ってみよう、みんな。そう以外で不審な行動がないか、話し合ってみるんだ。進展。ソウさんは今回4人の中に選ばれる気満々だね。そういえば、ナオが前半のほとんどの時間嘘の間にいたのが気になったかな。私、ある映像が気になってて、ある人のことを少し疑ってるんです。実は、真っ暗な異界を探索してた時に変な映像を見たにゃ。おまわりさんは銀の行動が気になるね。どうして一階に行く方法を知ってたのかな。ああ、じゃあ全員引き出していこうか。ほい。瓦礫の部屋を探索してただけで隠し扉に気づくのはちょっと首をかしげるね。警察犬より鼻が利かないと無理だよ。もし銀が犬と猫の嗅覚を持っているとしたら。言っとくけど、銀は人間だからね。そうですね。そういえば、ナオが前半のほとんどの時間嘘の間にいたのが気になった。今考えれば、偽三島のことがあったから実質にいずれかったんじゃねえかな。理由さえわかれば疑う必要はないと思うんだ。そうだよな、サラ。いや、メダル取ろうとしてたと思うんだよね。他に理由がなければ、そうだけど。ある人のことを少し疑っている。実はその映像、前に一度見たときは怖くてしっかり見れなくて。あ、刑事さんのこと疑ってるか。あれだな、犠牲者のビデオの話をしてるな。偽三島先生のモニターを使ってもう一度再生したんです。それってどんな映像ですか？でも、フェイクムービーの可能性もあるんですよね。だったら、無責任なことは言えないです。言ってみないとわかりませんよ。ほら、ソラちゃんも一緒に前に見たあの映像です。私が見たことのある映像とは。アイテム使わなきゃいけないね、これね、多分ね。実は、真っ暗な異界を探索してた時に変な映像を見たにゃ。メガネをかけた男の人が、斧みたいなもので、頭を。あ、それは私たちも見た。その人、サラ姉ちゃんの名前を。これだね。まさか、あの映像か。もちろんサラ姉ちゃんを疑ったりなんかしてないにゃ。僕、怖くてすぐに部屋を出たけど、あれはきっと犠牲者のビデオだったにゃ。つまり、アイテムを使わないといけないと。これですね。刑事さんのことだろうね。話し合わなきゃいけないのは。これだ！ナオさんが言ってるのは、この犠牲者のビデオですね。私が落としたビデオ。そうです。その通りです。これだ。女性が鎖につながれて、恐ろしい仕掛けが発動して、そのまま女性は、亡くなってしまいました。そして、手前で笑っていた、男性のあの後ろ姿が、おまわりさんに、見えました。私には、女性を見殺しにしたように見えたんです。衝撃的な話だね。でも、フェイクムービーの可能性も。じゃあ、聞いてみようか。刑事さん、その映像、本物ですか？それとも否定しますか？信じるために、疑わせてもらいますよ。刑事さん。
刑事をかばう何も言わない。あれはね、多分刑事さんだと思うんだけど、分かった上でも私は刑事さんをかばいたい。もうこれは完全なる市場、もう刑事さんが大好きすぎるがゆえ、刑事さんには何か理由があったっていうのは分かるから、かばいます。待ってください。刑事さんは、やめろ、サラ。ああ、やめます。すいませんでした。余計な口を出しました。君がかばう必要はない。そうだよ。むしろサラさんには追求してもらいたいな。な、きっと大好きなサラさんなら刑事さんも口を開くと思うんだ。彼が隠し通してきた正体を暴いてよ。頼んだよ。私の手で刑事さんを暴く。進展。かっこいいよ。喧嘩するしかねえのか。嫌だけどやるしかないんだね。刑事さんを知るために、刑事さんのことを信じるために必要なんだよね。だったら私は戦うよ。サラちゃんとは喧嘩したくなかったけどね。煙に巻かれるな。反論できる言葉を選んで言い返すんだ。ナオちゃんが見た犠牲者のビデオについて話し合おうか。最初の試練、それが犠牲者の映像の中身なんだっけ。おまわりさんの最初の試練はみんな知ってるはずだ。女性の映像におまわりさんが映るなんて信じがたいね。いや、おまわりさんのおまわりさんの最初の試練の内容は知らないはず。言ってないと思う。いいえ、刑事さんの最初の試練はまだ誰も聞いていません。宗さんみたいな嘘つかないでください。うん、そう言われるとショックがでかいね。ごめんごめん、反省するよ。怖がりななおちゃんが映像を直視できたのかね。恐怖で目をそらすなんてこともあったのかも。一人で見たなら見間違いもあったと思うんだよね。いいえ、これはサラちゃんとナオちゃんが二人で見ました。残念ですが、一度だけモニタールームで私も一緒に見たんです。見間違いはありませんよ、刑事さん。なるほど、ね。おまわりさんの姿、はっきり映ってた。後ろ姿じゃ判別なんてできないよね。不確かな情報で人を疑うのは良くないよ。確かな情報でも人を疑わないとここのメインゲームは進めない。信じるために疑おうと言い出したのは刑事さんです。確かな情報だけを選ぶならそれは疑いではなく真実です。なるほどね。お、表情が変わった。九太郎が言うようにフェイクムービーの類じゃない。あっちの映像は疑ってこっちは信じるなんておかしい。二つの映像に差はないはずだ。ううん、九太郎さんの方は音が入っていなかったからフェイクムービーの可能性はあるけど、こっちは音が入ってた。差はある。全く差がないわけではありません。監視カメラの映像は音声がありませんでした。確かに根拠としては薄いですが、全く同列に語ることはできないはずです。うん、一理あるね。オーケーだ。認める部分は認めるよ。女性とおまわりさんには接点がないよね。最初の試練を二人で受ける場合には必ず接点があるはずだ。友人、姉妹、兄弟、何らかのつながりがね。指定か。あー、接点がないのかな。いや、警察官のような服を着ていた点が、関係性を表しているのではないでしょうか。ところが、映像の女性は警察官の制服を着ていたんですよ。刑事さんも警察官。これがただの偶然ですか？参ったね。対話収束。参ったよ。サラちゃんには勝てないね。すべて話してください、刑事さん。多分だけど全部当てたんじゃない？いや、逆
気持ちいい。刑事さんの心に少しでも寄り添えたらいいんだけど。映像は、本物だ。なおちゃんの見た、犠牲者のビデオ。あれは、俺の最初の試練でもあったんだ。女性の名前は、笹原めぐみ。あったね、名前がね。新人の頃からの、俺の上司だった。刑事さんが黒髪かっこいい、ちょっと待って。かっこいい、ちょっと、そうだよね。警察官金髪ってなんかすごい違和感あったんだよね。元警察官だから金髪だったってことなのか。いや、黒髪めちゃくちゃかっけえ、ちょっと。いやー、待って、これちょっとしばらく眺めさせてもらっていいですか。ちょっとこの刑事さんの姿を見ながら一服しましたので、やっていきたいと思います。しのぎ刑事です。今週からここへ配属になりました。よろしくお願いします。わあ、めぐみさん。うわ、綺麗な人。よろしく。私は笹原めぐみ。あなたの教育係ってことになってるわ。若い割に結構優秀じゃない、しのぎくん。はい。でも、真面目すぎるかな。体力あっても少しは配分を考えないと持たないわよ。めぐみさんって、かなりエリートって聞きました。なんでその、自分なんかの教育係なんですか？なんででしょうね。期待してるわ。あなたには。はい。だが、悪夢の日がやってきた。俺は、人を撃った。ある事件の犯人を。めぐみさん。何？なんで自分は、処分なしなんですか？自分は、人を、殺した。正当防衛だからよ。けど、相手は凶器を持ってなかった。法がそう判断したの。あなたは何も悪くないわ。めぐみさんが、根回しをしたって聞きました。だから何？任務に戻りなさい。あなたは警察官よ。俺は、彼女は俺を守った。恩人だよ。忘れられない、最低の恩を着せた。ね。見殺し？違う。俺は、だが、殺した。めぐみを。おまわりさん、しっかりしてーにゃ。幻影に囚われてる。なんとかしよう。刑事さん落ち着いて。あ、大丈夫？ごめんね、みんな。黙ってて。おまわりさん、本当はもう警察官じゃないんだ。刑事さん、びっくりだよ。とんだ危険人物が身近に潜んでたんだね。投票されても、文句言えないさ。そんな、皆さん、投票といえば、そろそろ決断するタイミングだと思います。誰に投票するか、決選投票に残る4人を決めるべきです。もうそんな時間なの？早いよ。いやー、そんな、いくらなんでも早すぎる。いいえ、今回はカード交換を推理する時間が必要なんです。その通り。満足に議論できぬまま犠牲を決める。これは我々も望まぬ結末なのです。どうする？疑いたくねえけど、九太郎、そう、刑事、お前ら三人はちょっと怪しいよ。待てよ！
もう一人ぐらい怪しい人間はいないぜよ。困るね。三択で絞られちゃうと、それだけ選択肢が狭くなると思うけど。また、誰かを疑うわ。だったら、予選投票で落とす人を考えた方がマシだよな。落とす人、か。いい案だ。いい案だ、銀。本当は？予選投票で投票されず落選した場合、もう選ばれないから嘘をつく必要がなくなるんだ。最高の味方ができるってことか。もちろん、身代わりにとっては敵になるけど。わかったわ。落選させたい人が誰なのか話し合うにゃ。進展。サラ姉ちゃんは落選させた方がいいとは思うにゃ。だって推理がすごく頼りになるわ。メダルをたくさん持ってる人間は落選させた方がいい。九太郎とかね。メダルを持ってない銀くんを落選させるのはどうでしょうか。銀とカンナは選ぶべきじゃねえ。子供を犠牲にするなんてあっちゃならねえことだよ。そうは落とすべきだ。だって最初に身代わりって言ってんだぜ。やっぱりサラさんが落選してくれたら嬉しいです。そうだね。僕も落選させるならサラさんかな。はーん。本当にいいの？ソウさんがサラちゃんって言うのもびっくりだな。やっぱハッキングしてんのかな。ハッキングしてサラちゃんとソウさんのカードを交換させたのか、それともメダルで普通に交換させたのか。いや、ハッキングで交換するんだったら身代わりのカードを消して平民にしたって思ってたんだよ私は。だからこの中に誰も身代わりは存在しないみたいな、そういうことになるんじゃないかと思ってたんだけど。あ、俺ポップアップ、はい、どうも。ちょっと考えさせて。はい、じゃあ引き出す時間があるのかどうかわかんないけど引き出していきましょうかね。今回たくさんのカード交換が行われた。メダルの多い九太郎なら一度くらい交換に関わっている可能性があるし、ソウに渡したメダル、その話も議論を左右させそうだ。落選させて情報を引き出すべきさ。うん、やっぱりサラさんが落選してくれたら嬉しいです。理由は一番生きていてほしい人だからです。何に変えても。カンナちゃん、そうなの？そんなこと言ってくれるの？別にいい人ぶってるわけじゃねえぜよ。まともな感覚をなくしちまった時、俺たちは悪魔になっちまう気がするんじゃ。そんなことするくらいなら俺を選べよサラ。うん、可愛いからね、なんて言うとでも思った。うん、脱出が失敗した時サラさんの様子を見て思ったんだ。なんか変だなって。まるで身代わりを持ってるような絶望的な顔をしてたよ。それに加えて脱出失敗した後のメインゲームギリギリでのカード交換、ちょっと怪しいよね。サラさんの真実聞きたいんだ。あー、あれソウさんじゃないのか。え、誰なんだ一体。でも電話が近くにあったのって多分ソウさんなんだよね。あの時カンナちゃんってどこにいたんだろう。カンナちゃんの居場所わかんねえな。そういえば、ん、ちょっと待てよ。何に変えてもカンナちゃん。え、今嫌な予感が頭を。ソウさんじゃない。カード交換をしたのはカンナちゃんか。カンナちゃんはサラちゃんが身代わりを持ってるって分かってて交換したのか。ちょっと待ってくれ。だって何に変えてもって言ったよね。一番生きていてほしいから何に変えても。いやだな、ちょっとこれ当たってほしくない。外れてくれ、頼むから。この予想はちょっと猫さん聞くよ。そうは身代わりだからこそああいう腐った言動なんだよ。怪しいことばっかり言って信用を失えば投票してもらえるからな。いっそ落選させちまえば心も落ち着くぜ。ただ落選したからといって本音を言ってくれるでしょうか。
味方にしても厄介じゃねえか。うん。いいですか？一番落とした方がいいのは、身代わりを持ってる確率が高い人です。もし身代わりが自分に来ても、メダルがあれば誰かに交換できますよね。ですが、銀くんのメダルは0枚。一度でも銀くんが身代わりを持ったら、もう交換できないです。だからこそ、身代わりになる確率は高い、か。うん。それに僕、サラ姉ちゃんを守るって誓ったにゃ。銀。信じてるにゃ、サラ姉ちゃん。ああ、小学生と中学生が私の心を揺さぶってくる。はあ、セーブしよう。セーブするし。時間は？もうちょっとある。もうちょっとあるね。やろうか。さあ、どうするかだな。あ、焦ってる！見つけた！九太郎さん、どうかしましたか？カード交換怪しかったよって言った時の表情が曇ったね、九太郎さんがね。メインゲーム直前にカード交換があったってのは、本当ぜよ！え？本当です。はい。本当です。ってことは、そうぜよ。もしかしたら、身代わりを持ってる奴が、分かっちまった。にゃあ！そんな、今の話だけで分かるはずが。九太郎。分かってる！みんな、よく聞けよ！カミングアウト。鍵番。俺は鍵番ぜよ！はあ、なるほど。あえて投票前に言わせてもらうぜよ。突然何ですか？話が見えてきませんよ。お前さんはそう言うだろうな、ザラ。え？あの時は、鍵盤を取っちまってすまなかったぜよ。ああ、鍵盤を取ったのは九太郎さんだったんだ、あのカード交換の時に。それって、九太郎さんなの？あ、全然予想と違った。ちょっと待って、え、あ？お前さんに送り込んだ身代わりは、俺のだったぜよ、サラ。九太郎さんが、私に身代わりを送った。え？いや、それはおかしくないか？ちょっと待って。だってその場にいたじゃん、九太郎さん。カード交換できないよね。電話しないといけないでしょ。あ！ソウさんに電子パッドを預けてたとかなのかな？絶対ソウさんだと思うんだけどな、あの時のカード交換って。お前さんは今も身代わりを持ってる。そうぜよ。何を言ってるんだ。私が今持ってるカードは、平民だ。これは九太郎さんの言いがかりだ。落ち着け。どうしたらいい？うわ、逆に利用する。いや、弁明しても多分あんま意味ないと思うんだけどね。多分、身代わりを持ってるサラちゃんを落選させようっていう話になると思うんだよね。だから弁明しようか。私は身代わりなんて持っていません。だからみんな、安心して私に投票してください。あれ？よく考えたら、身代わりだと思われてた方が投票されないんだよな。否定する意味がわからなくなってきたぞ。サラさんには誰も投票しない。それでいいんじゃない？誰も選んでないのにサラさんが当選したら、2票を持ってる身代わりってことになる。それは、望むところですが。そろそろ多数決に参りますが。待ってください！こんな大事な投票をわけがわからないうちに決めていいんですか？やっぱりまとまりません！こんな短い時間じゃ。が、どうすりゃいい？当選した中から犠牲が出ちまうんだぞ。やっぱりもっと話し合った方が。往生際が悪いぜよ。時間切れです。決戦投票に残る4人をお決めください。皆様、投票をよろしくお願いいたします。マジか。投票する人を決めてください。
なー、九太郎さんには投票できない。蒼さん、かー、いや、カンナちゃんが身代わりな気がする。銀くんには投票しない。刑事さんにも投票しない。レコさんにも投票しない。あ、ソウさんか、ナオちゃんか、カンナちゃんになっちゃうんだけど、いや、誰にも投票したくない！いや、ソウさんが何を考えてるのかわかんないな。でも、ソウさん多分選ばれちゃうと思うんだよね。いや、だし、カンナちゃん身代わりだとしたら自分に投票すると思うからね。多分もうね、ケイジさん、ソウさん、カンナちゃん、ナオちゃんとかになるんじゃない？ 4 人だ出るのって。どうなんだろう。ちょっと私はじゃあナオ、いや、ナオちゃん、うわぁ、もう入れたくない。もう、誰も犠牲になってほしくないって何回も言ってるけど、どうしよう。ナオちゃんに入れます。投票の受付を完了しました。集計結果を発表します。いや、これはね、もうごめんとしか言えない。なおちゃんあんなに活躍してくれたのにっていう。あ、やっぱそうだよね。ほらね、予想した通りじゃないか。もう私がどこに入れたところで多分この4人になるんだろうなとは分かってたよ、もう。やっぱカンナちゃん身代わりだな、多分これ。一度目の投票が終わった。選ばれなかったんだ。私は。安堵。張り詰めた神経が緩んでいくのがわかる。でも、なぜこの4人が。サラ、お前さん！言った通りです。私は身代わりではなく、平民です。決戦投票に進む者は4名。日和蒼。木槌カンナ。しのぎ刑事。うん。絵心なお。どうして私が。こんなの、おかしいです。この絶望は、私にもわかる。会話なんか、とてもできる気持ちじゃない。だから、奮い立たせるのは、私の役目だ。一度目のメインゲームの時、刑事さんがしてくれたように。知ったけ綺麗する。顔を上げてください！私たちはいつだって、自分のやるべきことをやってきました。どんなに過酷でも、立ち止まっちゃいけない。でも、カンナ、私たちは敵じゃない。たとえ、誰かが身代わりだとしても、進む方向は同じ。会話し、議論を進めることなんだ。サラちゃん。そうだね。ここからが本当の勝負。みんな、こうなりゃ、まずは落選した私たちが話を進めていこう。ちなみに私の役職は平民だ。わかったな。筋肉ゴリラ、しなびてる場合じゃないじゃん。カード交換は順番通りに思い出していこうわ。おう。進展。背景が変わったね。さあ、運命を皆様の手で掴み取ってください。全滅などなきように。ここからは、カード交換について詳しく話を進めていこうぜ。わかったにゃ、猫姉ちゃん。再びガシューは静かに椅子へ座った。交換が行われた回数は、全部で4回。そんな多くはねえぜよ。ちなみに僕はずっと平民だったわ。一回も交換されなかったにゃ。カード交換にはメダルが50枚必要だったんだ。交換ができる人間は限られてるぜ。
はい、ということで今日はこれくらいで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ケイジさん、カンナちゃん、ソウさん、ナオさんの4人が選出されてしまいましたが、私はカンナちゃんは死んでしまうのだろうなという未来が見えてます。分かってても嫌だし辛いし、てか分かってる方が嫌だわ。進めんの怖いよ。でもやるしかないんだよな。ということで次回に続きます。ご視聴ありがとうございました。また次回、おつぴよです。